こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回はポケットモンスターサンムーンやっていきます。バトルツリー、前回負けてしまったのでまた1回からですね。頑張ります。で、今回はどうしようかなって前回迷ったんですが、スーパーシングル行くときにミミッキューにゴーストセット持たせてみました。なぜかというと、ギルガルドではなくパルシェン連れて行きたいんですよね。ってすると、食べ残すじゃなくてゴースト系に強いところで持っていきたかったもので、ということでいきましょう。ガーブさん安定、次パルシェンにしてミミキュー、これで行ってみたいと思います。パルシェンどんな感じで戦ってくれるのか楽しみですね。今までの子とは違う技を、ロックブラスト、あとつららばり入れてあるので使うのが楽しみです。はい、でまだまだ初心者の私なので、ぜひですね、詳しい方、ポケットモンスターバトルツリーレートとはこういう風にやると初心者でも勝ちやすいというのがありましたら、コメントでのアドバイスお待ちしています。またまだの方はチャンネルのご登録と動画のグッドボタン押していただけるととてつもなく喜びます。このルンパッパのようにわーい、ということで行ってみましょう。全部今一つになってるけど激輪にしましょう。ルンパッパ激輪、ギガトレイン、いや大丈夫大丈夫、急所当たってるけどもう一回激輪でいけますね。さあガブさん頑張るんだ。あ、食べ残しついてた。あら、激輪いけた。よしよし、よいしょ、よかった。でも疲れてる。クリームガン、ドラゴン、いや激輪でしょう。多分うちの方が早いですもん。混乱にも負けない、えらいガブちゃん。よし、トリトドン、あ、ピンクだ。あ、混乱溶けてる。激輪、よし来た。ガブさんで進めました。マイガー、オーマイガー。よし、2戦目いきましょう。現在バトルポイント上がってくる前46だったので、これでやっと48になりました。いやー、いっぱい欲しいですね。頑張ります。前回の10回ギモさんだったので、今回の10回はどなたなのか見たいので10回までいきたい。うん、とりあえずは10回ですね。20回までスーパーシングル上がれたことがないので頑張りたいです。ホップトレーナー、ケパーの、名前が言いにくい、ケパーのさん、はい。うわー、氷どうしようかな。ガブさん出すけど、氷タイプ怖いですね。アイアンヘッドしときます。はい、あー、オボの実、雪なだれ、1残る。よし、気合いのたすき、サメ肌入る。もう一回アイアンヘッド、頑張れガブちゃん。よし、氷タイプを使ってくる子は氷タイプを常に出してくるのかっていうこの不安。あ、やっぱりフレッシャー可愛いんだけど、可愛いんだけど辛いんだよ。アイアンヘッドだ。吹雪、辛いっすね、氷系な。さあどうしよう、パルシェン行きましょう。はい、どうしようかなというのが本当にどうしようかななんですけど、ロックブラスト、パルちゃんも早いんですよね。あんまり入らないかな。よし、いけたいけた、よかった。2回、1回目があんまり入らなかったので結構つらかったんですが、いけました。わ、最後もマンムーなんだ、氷じゃないですか。挟もう。うん、挟む挟む。ちょっと私の大好きなね、殻で挟むを使いました。ふふ。自信、大丈夫。殻で挟むのダメージ受けてるので、この状態で、つららばりを入れると。よし。どう？殻で挟むダメージも多分残ってくれると思うんだよな。あ、つららばりが、やってくれた。よかった。5回当たった。よし、パル強い。
そう、皆さんにね、いろいろ言われたんですが、殻で挟むだけは入れておきたいというたっての私の希望により、殻で挟むが入っているパルシェン君になります。使い方等に迷ってきた時にはちょっと変えてどうしようかなっていうのをまたちょっとご相談させていただけたら嬉しいです。はい、殻で挟むを入れてる人いるのかな、すごい気になるんですよね。では短パン小僧、花尾くん、猫あら、かわいいね。でも寝ちゃうんだよな。ガブリアス。さあ、ガブちゃん何をするか。迷いますが。ま、受信かな。よし、オッケー。ケケンカニ。うーん、格闘氷。困っちゃうな。アイアンヘッドか、自信にするかどうしようか迷ったけどアイアンヘッドにしときました。ひるんでる、お、いい感じ、いいね、いいね、いいね、いけた、あ、よかった。ひるんでくれなかったら氷技が出てきたかもしれない。この感じ怖いですね。ドリュース、これはもう自信ですね。何回かね、シングル、普通のかノーマルジングル行ってる時にドリュース出てきてたので自信でいけるの知ってました。やったね、よかった。はい、ちょっとどんどん5回ぐらいまではどんどん上がっていきたいです。次4戦目いきまする。今回はどこまで上がれるか。うん、アフターハイブはポケモン勝負できる女のたしなみね。お、アフターハイブ以外もポケモン勝負きっとできる女のたしなみね。私すいません、多分今のでちょっとコメントあれなんだろうね、嘘つけってなると思います。あ、ミロカラスナ、ヒンバスまだゲットできてないので私まだ作れてないんですよね。釣りでヒンバスも行きたいですね。今後動画にしていこうと思います。どれぐらいで出るのかっていうのも結構出にくいっていうので聞いてたりもするので、ヒンバスゲット1匹してあのポケモンセンターにね、ヒンバスくださいって言ってた子、くださいだっけ、見せてくれって言った男の人がいた気がするので、そこで見せてあげたいっていうのもあるので2体ぐらい欲しいですね。トゲキッス、アイアンヘッドでしょ。島スキャンで私もゲットしてるポケモンですね。天使っぽい、天使っぽい、ほい、いけいけ、アイアンヘッド、アンコール、いいよアンコール、大丈夫大丈夫、やったね、よし、トゲキッス倒れる。9個にアンコール入れてるんですけどトゲキッスもアンコールなんだね。よし、ミロカロスが戻ってきてる、自信だね。アイアンヘッドしか出せない、にゃん、そうか、まだ残ってるんだ、今一つなんだよね。怪しい光、ガブさん混乱、そっか、これは困ったな。こういう風に使っていくんですね。メロメロボディだ、メロメロになった、自己再生入るってことはメロメロはアンコール溶けてるけど一回戻せばいいんだよね。パルシェン、いやパル、いやミミッキュか、ちょっとミミッキュにします。任せる、ミミッキュ、ガブが頑張った意味が、どうしようか、剣の毎回しよう、怪しい光で混乱、いや大丈夫大丈夫、どっちがいいんだろうな、じゃれる、え、自分、キャー、化けの皮自分で剥がす、ふわー、まずい、波乗り、これ Z パワー使っていこう、うん、使っていこう、混乱、いや、いける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 、大丈夫大丈夫大丈夫、ミミッキュー、ミロミロから倒そう、いけ、ミミッキュー、よし、入れてきてよかった、セット技、ふー、危ない、よし、あ、コジョンド、格闘タイプ、じゃれよ、剣の前してるし、瞑想してるけど大丈夫、じゃれる、よし、もうなんていい子なんでしょう、優秀ミミッキュちゃん、オッケー、いけました、嬉しい、さあ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 、いけたね。次5戦目いってみよう、勝てる、
かな。5戦目で負けちゃうと結構精神的ダメージが楽しくなるかならないかは君のポケモン次第ね。強いよ、うちの子、いい子だよ、ということだけ伝えていきましょう。エズさん、スに点々じゃなくてツに点々なんだね。エズ、いやー、ポリゴン2だ、ポリツちゃん、いけるのかな。いやー、困ったな。激鱗しとこう。とりあえずの激鱗ですね。そう、回復もあるから。あ、吹雪、あ、残る残る。このポリツ、オボの実持ってるんだ。あ、いけた。ほっ、びっくりした。あ、リザード、いや、かっこいい。ちょっと激鱗でよかった。シャドウクロー来るけど、リザードンにサメ肌残してお互いに倒れるっしょ。やったね、嬉しい。オッケー、リザードンかっこいいっすね。いいないいな。どうしよう、どっちにしようかな。パールちゃん出しとこっか、なんとなく、なんとなくパールちゃん。ゴーカサル、まずい。炎大丈夫だよね。から挟みますか、破らず挟みますか。王者の印来ちゃった、痛い。ひるんでるけど、どうしよう、もう一回から挟もう。アクロバット、いや、うっふー、パルシェンの殻に挟まれる、いいね。どうしよう、ロックブラストしておけばなんとかなる。殻で挟むに残ってる気がするから、あ、いけましたね、よかった、嬉しい。パルシェン勝てた。あ、これ殻で挟む、あの、大好きになりましたね。また一つ大好き度がアップ。やりました、6戦目。次回6戦目からスタートしていこうと思います。パルシェンが頑張りました。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you。